イオンモール、堺北花田は、大阪府堺市北区に立地する、イオンモール運営のモール型ショッピングセンター。ダイヤモンドシティプラウ時代の外観ダイヤモンドシティの1号店で、ある、東住吉ショッピングセンターの証券を引き継ぐ、店舗として、新日本製鉄花田社宅跡地に2004年10月28日に、オープンした。各店舗として、 堺北、花田半球をモール街の中央西側に、イオン、堺北、花田店をモール街北側に配置、構成し、モール街には、ファッション、レストラン、ファーストフードをはじめ書店や、CD ショップ、旅行代理店まで各種店舗が揃う。週末を中心に、各種イベントも開催される。2007年9月22日に、運営会社のダイヤモンドシティが、 イオンモールと合併したことに伴い、名称がダイヤモンドシティプラウからイオンモール、堺北花田プラウに変更。さらに、2011年10月21日に、現名称へ再改称された。2017年7月31日、堺北、花田半球が閉店。その後の改装で、無印良品やユニクロ等が入居している。2019年10月7日、 現在出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。北花田駅もより、詳細は公式サイト、電車、バスでのアクセスを参照。ダイヤモンドシティプラウに関するカテゴリー、ありがとうございます。